かかってるのよ。立川も戦闘員たちを避難させておいてよね。ここ最近は姿を見せないと思っていたけど、またあなたなのね。触春が。ふざけないで。そんなわけないじゃない。あなたの顔なんて見たくもなかったよ。ユリって、その子？その子っていう言い方はやめてくれないかしら。こう見えてもあなたたちとそう年は変わらないはずよ。あなたは一体デスブランドの怪人なの？怪人って失礼ね。私は正真正銘の人間よ。ただあなたたちと同じで人よりも魔力を持っているけどね。それじゃあまさか魔法少女なの？そうよ。どう？驚いたかしら。魔法少女なのに、なんでデスブランドなんかに？魔法少女が全員ジャスティアだって誰が決めたのかしら。それでも何か理由があるはずです。そうね、確かに理由はあるわ。でも私は別に強要されたわけじゃない。自分の意思でここにいるの。そんな。さてはあなたの仕業ね。この子に何かしたんでしょう。そうね、この私がこの程度の怪人に何かされるわけないでしょ。さあ、無駄なおしゃべりはここまでにしましょう。でもこれだけは教えてあげるわ。私はね、嫌いなものが2つあるの。一つは面倒なこと、そしてもう一つはあなたたちみたいな魔法少女。見てるだけで虫唾が走るくらい嫌いなの。だからさっさと消えてもらえない？あなたが遅いのよ。どうしたの？それじゃすぐに終わるわね。強い。ラグリアや触春号とは全然違う。倒したければ本気で来なさい。それでも私に勝てるとは思えないけど。そんなことはやってみないとわからないわよ。私たちの力見せてあげる。
邪魔するなって言ったのに。指揮官が倒れたから私たちの負け。おとなしく帰るわ。あ、待て、逃げるつもりなの？ダメよフレア、向こうには怪我人がいるんだから。そういうことよ。じゃ、さようなら。でも私たち